特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。ラジオ系 YouTuber、人からの魅力を語りたい。どうもゆうちゃまです。今までですね、ゆうちゃま、人からに行ったことがなかったんですよ。こう、休みの日にですね、映画を見に行くっていう用事がありまして、サンドランドっていう映画をね、見に行ったんですけど、その後少し時間がありまして、これは人生初の一人カラオケ行けるのではないかと思ったわけですよ。いや、人からってね、勇気いるもので行けるのかなって思ってたんですけど、いや、初めて行ったんですけど、人からって楽しいんですね。こんなに楽しいと思わなかったです。自分しか、歌ってないし、自分しか聞いてないんで、遠慮なく楽曲にチャレンジできるんですよ。ああ、歌えないなとか、これサビだけ歌おうとか、ちょっと疲れたから休んじゃおうとか、こうね、周りがいてたら、なんだあいつって、迷惑だろうって思うことも、なんか遠慮なくできる。これが人からの魅力なのかなって思います。これはね、すごいですね。なんか、僕が知ってるマイナーな曲とか、歌っても誰もわからなかったりするじゃないですか。僕が知ってるマイナーな曲とか、周りが知らない曲とか、平気で歌いますしね。こう、他の人と行くと、やっぱりこう、その人の相性とかを選びつつ、楽曲をセレクトすると思うんですけど、人からはね、100% 自分の好きな曲祭り。もうね、ぜひ、ストレス発散とか、歌いたい曲挑戦したい方、もうね、人からの魅力っていうのはね、全世界に知れ渡ってるかもしれないんですけど、ぜひね、一度行ってほしい。人から最高でした。いやーね、本当に楽しかったですね。もう仮面ライダーの曲とか、ドラマの主題歌とか、たくさんたくさん歌って、もう満足なゆうちゃまでございました。バイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。